はい、こんにちは、今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいております。ご質問は、最近小ガチャっていう言葉が一部で流行っているみたいですが、ミキヤ先生は小ガチャっていう言葉についてどうお考えですかっていうご質問なんですけれど、まあ、そうですね、親ガチャっていう言葉がですね、一時期流行ってたんですけど、まあ、今でも結構使われてるんですけれど、まあ、小ガチャっていう言葉もその後ね、使われるようになってきてるんですよね。もちろんみんながみんな使ってるわけじゃなくて、まあ、一部の人だと思うんですけれど、まあ、Twitter とかネット上で、まあ、うちは小ガチャ失敗したとか、あるいは誰々さんちの誰々君は本当いい子でいいよね、あそこの家は小ガチャ大成功で羨ましいわとかね、そういう感じで使うと思うし、まあ、ネット上で使う以外でも実際に口に出してね、使っちゃったりとかする人もいると思うんですけれど、まあ、結論から言いますと、まあ、僕個人の意見なんですけれど、まあ、小ガチャっていう言葉はですね、絶対に使ってはいけないと思いますね。で、小ガチャっていう言葉自体嫌いですね。小ガチャっていう言葉を使う人もあんまり好きになれないっていう感じなんですけれど、で、まあ、その自分の子供に対して、うちは小ガチャ失敗だっていうのはね、もう絶対ダメだと思うんです。まあ、それ以外でも、まあ、よその子に対してでも、もうあそこはもう小ガチャ失敗ねとかいうのはダメだし、あるいは小ガチャ成功っていう言葉も僕は使うべきではないと思いますね。まあ、自分の子供に対してうちは小ガチャ成功だっていうのも使うべきではないと思うんですよ。やっぱり親っていうのは子供に対してね、無償の愛を注がないといけないわけですよ。で、まあ、小ガチャ成功っていうとね、まあ、一時的に子供を喜ぶかも分かんないんだけど、やっぱり言われた子供としてはですね、ちょっと不安になっちゃうところもあると思うんですよね。例えば勉強ができる顔がいいから小ガチャ成功って言われてる、で自分は愛されてるとしても、じゃあ自分がもし顔が悪くて勉強ができなかったら、親は自分のこと愛してくれないのかね、そういうふうに考えちゃうんで、どんな子供であれ親である以上無償の愛を注ぐべきだと僕は思うんです。まあ、そういうことを言うと一部の人からは、それは理想論だって、それはお前だけだってね、みんながみんなそうじゃないんだっていうことね、やっぱりコメント欄で言われちゃうかもわかんないんだけど、まあ、理想論であったとしても、まあ、今回のこのテーマについてね、僕の話をね、聞いてほしいと思うんですけれど、で第三者に対してもね、あそこの子は小ガチャ成功だとかね、小ガチャ失敗だっていうのも絶対ダメだと思います。っていうのは、人間っていうのはですね、やっぱり生まれた時からある程度遺伝子レベルで、その能力とか才能とかビジュアルとかって決まってるんですよね。これはもう否定できないです。顔がかっこいいとか可愛いとか美人とかイケメンとかだって、まあある程度は遺伝子レベルで決まります。まあある程度っていうか、まあビジュアルはまあ大部分があれですよね、遺伝子レベルで決まるわけです。もちろん整形したりとかダイエットしたりとかすればビジュアルをある程度変えることはできるんですけれど、やっぱりそれでもね、それなりに経済的負担とかかかるわけです。身体的にも侵襲がね、加わって負担がかかるわけだし、あとは身長もそうですよね。身長も大部分は遺伝子レベルで決まるわけです。あとは肌の色とか、肌が綺麗かどうかとか、あと頭の良さ、記憶力とか計算能力とか論理的思考能力とか、あとは性格ですよね。あと愛嬌があるかとか、そういうのも遺伝子レベルである程度決まります。あとは体力、コミュニケーション能力、身体能力、あと病気もある程度遺伝子レベルで決まるっていうことはありますよね。まあ、アトピー性皮膚炎なんかが遺伝したりとか、あるいは脇がっていうのは海外だとほとんどの人がね、脇がなんですよ。白人とか黒人とかになると。だけど日本人だと10人に1人ぐらいしか脇がっていないので、脇がの人は日本国内にいるとちょっと嫌がられちゃったりとかするってことはありますわね。あとは AGA 男性型脱毛とかも遺伝するし、あと歯並び、まあ、噛み合わせですよね。受け口とか出っ歯とか、あとガミースマイルとかも遺伝するわけだし、まあ、そういう感じで、まあ、人間ある程度ね、生まれた時の遺伝子レベルで能力とかビジュアルとかが決まっちゃうっていうのはあるんですけれど、だけどそれに対してですね、
その子ガチャ失敗っていうのはですね、絶対言ってはいけないと思います。まあ、うちの子供はね、頭悪くて顔も悪くて愛嬌もなくてスポーツもダメで本当に子ガチャ失敗だわっていう親ね、一部いるかもわかんないんだけど、これは絶対ダメです。でそれに比べてね、誰々さんちの誰々くんは頭も良くて顔も良くて愛嬌も良くてみんなから愛されて、あそこは子ガチャ成功で羨ましいわとかね、まあ、そういうこともね絶対言ってはいけないと思いますね。っていうのはやっぱり子供っていうのはやっぱり親あっての子供じゃないですか。子ガチャ失敗とかいう親がいたとしてもですね、その子供を作ったのはその親なわけですよね。でその子供に罪はないわけだし、そもそもその子供の遺伝子っていうのは自分とあとパートナーの遺伝子を受け継いでその子供になったわけなので、その自分が作った子供に対してガチャ失敗だっていうのはですね、まあ極めて無責任な発言だと思うんですよね。うん、まあ、まさにねそういうことを口走る親は毒親だと思いますね。まあ半分は自分の遺伝子なわけですからね。なので自分が作った子供である以上はもう何があっても最後まで面倒を見る、最善を尽くすべき、まあ、無償の愛を注ぐべきだって僕は思います。まあ大部分の親はですね、まあ、そうだと思うんですよ。うん、やっぱり、まあ、一部どうしても毒親って親いると思いますけど、まあ、半分以上、日本国内のね半分以上の親は自分の子供に対して無償の愛を注いでると思います。はい、子ガチャ失敗だとかね、そんなことを口は知らないと思います、半分以上は。だけどやっぱり一部の親は毒親っての言われちゃってる親がいるわけであって、うん、っていうのはやっぱり自分の親にですね、自分のことを子ガチャ失敗なんてね言われたらですね、まあ、間違いなく子供はね傷つくんですよ。だって親に否定されたことになるわけですからね。特に幼少期のね小さい頃はね、そういうことを言われたら本当にトラウマになって、それを大人になっても引きずるっていうことになってしまうと思います。っていうのは人間もね哺乳類っていう生物なわけであって、やっぱり生まれたばっかりの子供っていうのはね、絶対に親のことが好きなんですよ。特に母親のこと、うん、っていうのは母親の体からが赤ちゃんが生まれてきて、で赤ちゃんの間はお母さんのおっぱいを吸って大きくなって生きていくわけですよね。なので本能的に子供っていうのは親のことが大好きであるはずなんですよ。嫌いだったらね生きていけないわけですから、母親のことは絶対好きなんです。で、父親もやっぱり好きになるわけですよ。ほとんどの場合は父親が愛情をかけて子供を育ててあげれば、あ、お父さん優しいって、自分はこのお父さんやっぱり大好きだってね、自分大好きなお父さんだってなるんですよ。普通に愛情をかけて育てればね、愛情をかけなければ疲れもしないし何もならないですけどね、お父さんっていうのはね、うん、なので、まあ、基本的に本能的に子供っていうのは親に愛されたいって思うんですよ、うん、でもし愛されなくて虐待とか受ければ嫌いになるっていうことはあると思うんですけど、やっぱり物心をついた時の子供っていうのはお父さんお母さんのことが大好きになるはずなんですよね。よその子を見てもね、お父さんとお母さんがいて愛されててって、そういうのを見ればね、自分だってねお父さんお母さんいればね愛されたいって、自分も好きになりたいってなるのが普通なんですよ。もちろんその母子家庭とかね父子家庭の場合は片方の親しかいないわけなんですけれど、まあ本来はそのお父さんお母さんのことが大好きだっていう風になるんですよね、うん、なのに自分の子供は子ガチャ失敗だなんて言われれば、まあ、大好きになるはずの親から否定されれば、それはね厳しいですよ、うん、あとは兄弟間差別とかもね良くないですね。お兄ちゃんはその愛嬌も良くて頭も良くてスポーツもできてこんなにいい子なのに、弟の誰々はもう愛嬌もなくて、まあ、顔も良くないしって、こうやってそうやって兄弟間差別するのも絶対にダメですね。もうそれをされた弟の方は
本当に辛い思いをして大人になってもそのトラウマをね引きずって生きていくことになると思うんですよね。自分は親から愛されなかったと、お兄さんはあんなに愛されたのに自分は可愛がってもらえなかったっていうのをすごく気にして生きていくと思うんです、うん、でなんで自分はダメなんだろう、なんでお兄ちゃんはあんなに愛されたんだろうと、弟はあんなに愛されたんだろう、なんで自分はダメなんだろうって自分を責めて卑屈になって、で自信をなくしてしまって精神状態も悪くなったりとかね、そういうことが起こるわけです。それはやっぱり幼少期に親からですねそういうふうに言われたらですね、まあ、相当のトラウマを引きずって成長するってことになってしまうわけなんですよね。なのでやっぱり親である以上は自分の子供に対していかにいいことをしたら褒めてあげて、で悪いことをしたら叱って、でいい方向に誘導して成長させてあげようと、正しい方向に努力を仕向けるようにしようっていうふうにするのが本来の親の務めなわけですよね、うん、でいいことをしたら伸ばしてあげて、悪いことをしたら注意して叱ってっていうことを愛情を持って行うべきなんですけれど、うん、そういうことをすることによって親とこの信頼関係を築くべきなんですけれど、そうやって親っていうのはどんなことがあっても子供の味方であるべきだと思うんですよね。特に未成年の間は、18歳の間は、例えば子供が悪いことをしてもね、親に向かって反抗しても、よそで悪いことしても自分の子供である以上は無償の愛を注いで、で悪いことしたら注意して、だけど自分をね、お父さんはお母さんは君の味方だから、一生愛を注ぐから君も頑張ってっていう形でですね、最善を尽くして成人になるまで面倒を見てあげるべきだと思うんですよ、無償の愛を注いで、うん、なので、まあ、そうしないとね、さすがに子供卑屈になってしまって、それでダメになっちゃう可能性あります。でいずれそういうふうに育った子供っていうのは、自分は親ガチャ失敗だったっていうふうに言うと思うんですよ。やっぱり虐待する親とかね、育児放棄する親とか、まあ、そういう親も本当に論外なんですけど、まあ、そういう親に育ったら親ガチャ失敗だっていう子供もね出てくると思いますよ。大人になってからうちはね親ガチャ失敗だったっていうね人も出てくると思います。でそれ以外でも兄弟間差別とか子ガチャ失敗だなんてね、自分のことを否定されて育ったら、自分は親から愛されてこなかったって、ひどい目にあったって、自分は親ガチャ失敗だっていうようにねなる可能性があると思うんですよ。まあみんながみんな言うとは限らないですけど、で最悪な場合はこれがね連鎖しちゃうっていうことがあるんですよね。自分が親から虐待受けたりとか育児放棄受けたりとかして、でその子供が大人になって、で自分が将来ね子供を作った時、その時に自分の子供に対してね同じことをしちゃうっていうことがね時々あるんです。いじめとかで、ね、虐待っていうのはね連鎖しやすいんですよ。っていうのは人間っていうのはね、人間社会においてやっぱりヒエラルキーを形成してね、上下関係っていうのを作って、上の人間が下の人間に対してマウントを取って、でそれをすることによって脳内でドーパミンが出て気持ちよくなってって、だけどマウント取られた方、いじめられた方はやっぱりストレスを感じるんで、まあ、その穴埋めのために自分より弱い人を見つけて、でそれを虐待したりとかマウント取ったりとかして、でドーパミン出してっていうふうに、それでバランスを保とうとしてるわけですよ、人間っていうのは。人間以外のね猿とか犬とかそういった動物もそういうふうに生きてることが多いんですけれど、なので自分がですね親から虐待を受けて、そういうあるいは子ガチャ失敗だとかね、ひどいことを言われて傷ついたりとかすると、それがストレスになって、自分が親になった時に同じことを自分の子供にしちゃうということがあるんです。やっぱり自分が親からひどいことを言われてストレスを抱えてると、なんとかその穴埋めをしようとして、自分の子供に対して、子供っていうのは親からするとね、もう絶対的に自分より弱い存在ですから、特にちっちゃい時は体も小さいし、
経験もないし知識もないわけなんだし、で子供からすると自分の親大好きなわけですよね。面倒見てほしいって思ってるのに、絶対的弱者に対してやっぱり虐待したりとかネグレクト、子ガチャ失敗とかね、そんなことを言葉をぶつければですね、言った方は気持ちよくなるかもわかんないですよ。ドーパミンが出て自分の、ね、過去に受けたストレスの穴埋めのために。だけど言われた方はまた辛くなって、でその子供が将来大人になって親になった時に自分の子供に対して同じことをしちゃうって、そういう感じでいじめ虐待っていうのはね連鎖しちゃうんですよね。会社の中の部下と上司とか、学校の先輩とか後輩とかもね、いじめっていうのはそういう形でですね、その自分の受けたストレスの穴埋めのためにですね、ドーパミン出すために自分より弱い存在を見つけて、それでいじめ虐待をしちゃうっていうのがあるわけなんですよね。なのでやっぱりそこでですね、なんとかそのいじめ虐待の連鎖をですね断ち切るために、なんとかですね改心しないといけないんですよ。ループを断ち切るために自分は親からひどいことをされたけれど、自分の子供には絶対そういうことはしないぞっていう強い意志のもとに無償の愛を注がないといけないんです。だけど自分は絶対やらないって、自分は大丈夫って思ってても、結構な親はですね気づいたら自分の親にされていたことと同じことを子供にやってしまってるっていうことがねあるんで、もう本当に気をつけてほしいわけです。なので毒親に育てられると、その子供は自分自身も毒親になっちゃうっていうことがあるので、なのでその負のループを断ち切るためにも、絶対に自分の子供に対しては子ガチャ失敗なんていう言葉はね使わないでほしいと思いますね。はい、っていうのが私からのアドバイスです。まあそういうことを言うとですね、一部の方からねコメント欄でね、それはお前の理想論だとか、世の中そんな甘くないとかね、自分はひどい家庭で育ったからそんなことはねただなる理想論だとかね、そういう言葉も出てくるかもわかんないんだけれど、確かに理想論かもわかんないんだけれど、やっぱり自分の子供に対しては無償の愛を注いでほしいと思います。もうずっと親としてね子供の味方であってほしいと思います。ずっと愛してほしいと思います。はい、というのが僕の意見です。ご視聴ありがとうございました。